ステイホームでも学べるジェンダー平等ミニ講座。男女共同参画週間。6月23日から29日は男女共同参画週間です。性差別のないジェンダー平等な社会について理解を深めましょう。 第三回非正規労働者として生きた私の命と健康講師は生きる働く事務所の栗田龍子さんです、えー、皆さんこんにちは栗田龍子と申します、えー、今回の話のタイトルは非正規労働者として生きた私の命の健康となっております私はずっとこの10年以上 非正規労働者として働きながら分泌の仕事をしてきましたそして確定申告のことも考え今年から物書きやあるいはこのように公で話す仕事をするための事業所を個人で立ち上げましたその事業所の名前が生きる働く事務所ですところがコロナの影響で4月にデータ入力の仕事を雇い止めされてしまいましたしかも まあ私は見た目ではわからないかもしれませんが、ここ10年うつ病にかかっているため、フルタイムの仕事などができず、そのため今までもずっとカツカツだったので貯金もなく、そして分泌や講演の仕事だけでは食べていけないため、現在、生活保護を利用しながら生きています。ということで、ここで一つお断りをしておきたいと思います。私の話は、非正規労働者がいかに正規労働者となって、 経済的にもあるいは精神的に安定した生活をゲットできるかという話は残念ながらできません。私が、えー、そのような話をしても全然リアリティがないのは今の自己紹介でお分かりと思います。自分を追いい込まないで生きるやり方それでは何を話すかといえば いわゆる世間でいうところの、なってはまずいとか、そうなってはいけないと思われる立場に立ったときに、どうしたら自分で自分を追い込まないで済むかという話です。それは例えば、正規労働者であったのが非正規労働者になってしまったのとか、健康だったのにうつうつとか病気になってしまったりとか、労働者だったのに失業者に、あるいは納税者だったのに非課税で税金が払えない立場になったとき、 ななどなど、えー、その時に少なくとも自分ででで自自分分をを責めたたたりり追いいいいい込んんだりしないでいどううやったら生きていけるかということこ考えたいんです、えー、自分がああしなければこう,こうなんなかったのに例えば非正規労働者になんなかったのにとか自分の能力がないから失業してしまったんだとかあと自分の性格のせいで鬱になったんだとか自分ばかりに焦点を当てて自分を責めてしまうと。 今できることを見失ってしまうと思います。それをどうか心に留めていただきたいと思います。命を支える仕事、女性であり、非正規労働者であるということ。非正規労働者は、こう非常勤とか派遣とかアルバイトとかパートとか、いろんな呼び名がありまして、しかも労働時間によって失業保険が受けられなかったりとか、え立場がすごく様々で、 いわゆる昔の労働運動でいうような連帯が難しいと言われてきました。しかも多くの女性の場合は、未婚か既婚かでも、税とか扶養控除の問題であるとか、あと第三号年金が入れるかどうかとかで、こう同じパートや非常勤でも事情が変わってきて、それゆえにお互いをこう理解し合うのが難しくて、いわゆる社会的な分断をずっとされてきたと言えます。 それはどういうことかというと理解者を得るのが難しいということを意味しますそしてどうせ女性は養われているからという理由で例えばスーパーのレジの仕事介護の仕事など多くの女性が多くついてきた仕事が安い賃金のままになってきましたしかしこの新型コロナウイルスで分かったように非正規労働者の女性はこの社会の要を支えているのです なぜスーパーの仕事といった食料や日用品の供給に深く関わる仕事あるいは福祉の仕事といった命を預かるケアの仕事が低い待遇にされているのかということですそれをまあ先ほども言ったようにどうせ誰かに養われる女性がやっているからと思われていたせいもまあ確かにありましたでも今は男性でこれらの仕事に関わる人が増えていますとなれば 人の食料や命や安全に関わる仕事の給料が安いというのは今のこの日本社会の価値観の反映ではないかと思います。ウイルス感染の可能性が高い職種に危険手当をきちんと与えるとか、まあ、最低賃金含め賃金を上げるとか、さらに中小企業をもっと支えるとか、そういう視点を持つことはとても大事だと思います。自分を追い込まないために社会で良い人される 待遇や価値観は本当に正しいのかと疑う視点を持つことも時には必要だと私は考えます不要不急の仕事えでは逆に不要不急とみなされて、えー、今ね例えばライブハウスであるとか劇場映画館など、えー、危機に瀕しているところもあります これも問題だと私は思いますそれこそ今家にいる時間が、えー、緊急事態宣言とかで長くなった時に本や漫画やテレビや映画などなくて生きていくのは難しかったはずですでも今そのようなこうエンターテインメントを育てている場所が、えー、消えようとし,していたりするそれはまあ食べ物と同じぐらいいわゆる文化といったものも人が生きていく時には欠かせないことでしょう えー、私は図書館の仕事を結構長くしてたんですけど、図書館が閉まって残念という声もいっぱい聞きました。えー、ちなみに図書館も給料はかなり安いです。それこそ人間にとって何が生きていくのが大事なのか、ブルーインパルス飛ばすのが大事なのか、考えてみていただけたら幸いです。みんながバリバリ働けるのか あとですね、それと同時にやっぱり気づいてほしいのはあの女,性もいや女性だけでなく男性も日本に住む全員が、えー、週5日勤務の1日8時間以上残業がバリバリあるという労働なんかできるはずがないということです。今でも働きながら子育てを,女性子育てをする女性たちもおりますが。 それはまあ頑強な体の持ち主でさらに周囲のサポートなどがなければ正直1日8時間労働しながら子育ては不可能ですよね。で私の立場から言えば、まあ、私は独身ですが現在、えー、先ほども申し上げたようにうつ病を抱えており正直フルタイムの勤務というのが難しいですそれなので、えー、私がまず言えることは非正規労働と呼ばれる労働 を中心にして労働の条件をもっともっと良くしていこうという視点を持つと同時に、やはり福祉制度をフル活用せざるを得ない場合というのもどうしてもあるというこの2点です。生活保護など福祉制度を知ること、さらに制度を利用している人を知ること、 でも、この今、日本の社会で、こう、福祉制度を使うっていうことが、どれだけハードルが高いかっていうのは、えー、私自身、えーと、よくわかります、まあ。経験者なんでね。それこそ、本当にギリギリまでお金がなくならないと、えー、生活保護を利用できないのも、まず問題点です。あと、うつとかですと、本当に外に出るのもしんどいですし、例えば生活保護を使うとすれば、 自分のことを初めて会う職員の人にこう人生の流れを含め話をしないといけないんですよね。でその職員の人がきちんと対応していただけるならばまだいいんですけれども馬鹿にされたりだとかあともっとひどいケースだと生活保護を利用したらケースワーカーからセクハラを受けたというニュースもあります。でね、あの全員ののソーーーシャルワーカーささんんや弁護護士はは生活保護を利用するのは恥ではない とあのおっしゃっていただきますけれど、なんか逆にそう言われてやっぱりやっぱ恥ずかしいのかなとかなんか思ってしまう時もあります。えー、ただまあ生活保護をはじめ様々な福祉制度を使っている人が、えー、自分一人じゃないでこういろんな人がいるんだっていうのを知ることがもしかしたらこの制度を利用する気持ちになれる、えー、きっかけとなるかもしれません。 しまよ、まず、各疑うことならえ。えー、それでですね、今、えー、現在、特定給付金がねこう、振り込みをされている最中ですが、えー、最初は和牛券であるとか、お魚券だ、旅行券だを配布すると言われていたことをこう覚えていられますでしょうか。 えー、しかしこれには多くの反対の声が首相官邸に寄せられようやく今の現金給付という形になりました私たちはもちろん自分を顧みることは大事ですけれども同時にこのように今の政治や政府に対して声を発することも自分をむやみに追い込まないためにもとても大事ですうんもちろん社会に目を向けるっていうことは余裕がないと難しいんですけれどそのような時間をどうか ととてても大事にしていいたただけたらと思います、えー、最後に私の好きな山川菊江という、えー、戦前戦中戦後行生きさらに戦前も戦争賛成には決してならなかった女性活動家の言葉で終わりたいと思います。それは「姉妹をまずかく疑うことを習え」という言葉です。 なってはいけないとされている立場に私は立っている、えー、とうとうと最初申し上げましたがとにかくそれは誰にとってどんな価値観のもとでなってはいけない立場とされているのかそういうことを考える視点を持つことがとても大事であるとお伝えして私の話を終わりたいと思いますありがとうございます。 提供は、埼玉市男女共同参画推進センターパートナーシップ埼玉でした。